今日、9時、地方検察庁の方に告発状を提出して、参りました。大体20ページの告発状、検察の方が、理解していただけるように、いろんな資料もつけて、提出をしてき、たところであります。その内容について、簡単に、今日は説明をして、参りたいと思います。小池さんの方ですけれども、この間カイロ大学の卒業ということについては、カイロ大学の文学部社会学科に1972年10月に入学をした。そして1976年10月に卒業をしたと。このことについては、私自身卒業というファクトがすでにあるわけでございますというふうに、説明をしています。しかしこれはファクトではなくて、その証明をすべき対象なわけであります。ですから小池さんもカイロ大学を卒業したということは何で証明するんですかというふうに記者に聞いておりました。でそれは卒業証明書と卒業証書でしょと。でこの2種類すでにお伝え皆さん公にしてきたものでございますというふうに述べています。でこれが核心でありまして、でカイロ大学を卒業しているということであれば、カイロ大学声明は、そのことを説明したというだけのことですし、卒業していないということであれば、カイロ大学声明は隠蔽工作と、いうことになる。論理的にはそういうことになります。ですからポイントはカイロ大学を卒業した、卒業していないということであります。でこれに対して、北原桃代さんの証言を、私どもはすでにいただいております。今日その証言についても、検察庁に、提出をして、まいりました。かなり長いものでございますが、北原さんの、エッセンス、北原さん自身は1972年の6月から1973年の2月まで、これが1回目の同居期間、これは入学という時期にあたります。で2回目の同居は1976年の1月から12月、これは卒業という時期にあたります。で、入学については北原さんの証言は1972年10月は入学していない、入学をした時期は1973年の10月でカイロ大学の2年生に編入したと、いうふうに言っております。で卒業については、1976年10月あ7月の試験、これは小池さんは、合格をしていない、4年生でもなかった、ということですから進級していなかったということでしょう。2年生にずっととどまっていたと、いうことなわけであります。でこの2つの主張のどちらが正しいかということを、検証していくということが、一つの作業のやり方ということになります。ということでまず第一に行いましたのが、カイロ大学を1972年10月に入学をしたということについてであります。でカイロ大学の入学っていうのは、どういう、手続きになるのかということであります。これは、浅川さんというがカイロ大学という本を書いておられます。浅川さんにも直接、お聞きをいたしました。で、カイロ大学の入学はエジプト人の場合には統一テストがあって、その統一テストの成績で、大学に入っていく。
でしかし留学生の場合は、この統一テストを受けておりませんから、どういうふうに入るのかと。で今もそうだと思いますが、書類選考で入ると、まあこういうことであります。と書類選考に必要な書類は何かということで、それは、高校の卒業修了、卒業修了証明書あるいは成績証明書ということになります。小池さんの場合は江南女子高等学校の、卒業修了の証明書、それから成績証明書を提出されたんだろうと思います。ただ個人情報でありますので、江南女子高校が、その時期に、小池さんのために、つまりカイロ大学に入るために、この証明書を申請し発出したかということは、分かりません。検察であれば求めることができるだろうと思います。で、北原さんの編入説であります。73年10月、2年生に編入したと。で編入について、根拠があるのか、あるのかと、根拠法令があるのか、あるいは根拠のルールがあるのかと、いうことについては、エジプトの法令によって、まあ、ここに、大学組織を、まあ、どういうふうに訳すか日本語の問題ですがに、まあ、教育大臣が編入をさせるというさせることができるという規定があると、まあ、これはアラブの中で、まあ、いろんな紛争があって、亡命をしてきたり難民になってきた人をエジプトの大学に編入させていくと、まあ、いうことが、多くの適用例だというふうに聞いておりますが、小池さんの編入は法的には、この規定によって、編入をされたいうことだろうと思います。そういう意味では法的な根拠があると。で、ところで、昨日教えていただいたんですが、小池さんのお兄さんがいらっしゃると、まあ、勇さんというお兄さんがいらっしゃって、フラッシュの記事がありました。極道院さんが、超道院さんがいたのは間違いだということなんですが、その記事にですね、2年生の時にカイロ大学に編入したと書いてあるんですね。あ、そうなのかと。2年生の時にカイロ大学に編入したんだと、とお兄さんも言ってるんだというふうに読みました。そう書いてありましたね。まあそういうことなんだろうなと。だからいつ入学をしたのかということについて2つの主張について検討してみると、まあ、お兄さんもそうおっしゃってるんだと、まあ、いうことだと、まあ、2年生の編入と。で、まあ、この小池さんが、入学したという1972年の10月というタイミングは、北原さんの、証言によれば、サイディアスクールという、まあ、学校のに併設されているアラビア語の学校に行っていたと。でそこでカイロで結婚する、男性と知り合ったと、そういうタイミングになるわけですから、10月に入学をしたということについては小池さんの方の主張の方が、まあ、分が悪いのではないかというふうに判断をしております。まあ、これはそれぞれの主張の判断の問題ではありますけれども、まあ、そういうふうに整理をして告発状には書いたということであります。次に小池さんがおっしゃる卒業証書と卒業証明書です。これがあるのでカイロ大学をちゃんと卒業したんですよと。でこれは見せられた2020年の時に小池さんが見せたものですね。
で実はこれの翻訳というのは週刊ポストにも載っておりましたし毎日新聞にも載っておりました。じゃあそこに何が書いてあったのかと、まあ、いうことであります。で、まあ今回、まあ、いろんな方々の協力を得て、まあ、ダブルチェックをしながら、読んでいただきました。卒業証書なんですけど、飾り文字でですねとても読むのが難しいということが分かりました。アラブでずっと働いていた方に読んでいただいたんですが、いやこの飾り文字って読むの大変ということで、アラビア語ができるからといって直ちに読めるものではないという、そういうお話もいただきました。で、専門家に、全部チェックをしていただきました。で、おおむねポストも書いてあったことも、ポストの訳も、毎日新聞の訳もそんな変わって、そう変わっていない、正しいです。で、何が書いてあるかと、でも誰も読んでいなかったのかということなんですが、この卒業証書によると、学士号の授与は1976年の12月29日と書いてあります。10月じゃないんですよね。で、お読みになりましたか。ずっと訳も出ていたということなんですが、この小池さんがいつも見せている卒業証書には何が書いてあるか。それは大学評議会が学士号を授与したのは、つまり卒業認定して学士号を授与するわけですが、それは1976年の12月26日と書いてある。10月ではないんですね。で、そういうことなんですね。まあこれはよく、次はよく言われているように成績は良と書いてある。で、これも根拠があるんですかっていうふうに調べていただきました。まあ、今回はアラビア語ができる方は、あるいは現地のカイロにいらっしゃる方ともメールで連絡を取っていただき、協力をいただきました。で、まあ、よく言われるようにカイロ大学の成績評価は、単位を取るのは、優があって優、良上があって良があって科があって、要するに4段階だ。4段階の3番目なんですね、良っていうのは。で、それぞれ上位何パーセント何パーセントというのはルールで決まっています。優は何パーセント、良上は何パーセントというふうに決まっていますので、寮という成績で首席ということはそのルールから言ってありえない。だから卒業証書をこれ見れば首席っていうことがありえないということがすぐ分かる。でもずっと首席って変じゃないとか言ってきたのは誰も読んでいなかったっていうことなんじゃないだろうかというふうに思いました。だからこの、卒業証書を見る限り首席というのは嘘だというふうに判断をしました。で、卒業証書の発行は、1978年、11月と書いてあります。で、ここもそうなんですが、1978年11月で、ヒジュラ歴1397年と書いてあります。この西暦はヒジュラ歴の1397年なんだろうか、これも、お聞きしました。で、まあ、換算式があるというので、ウェブで、換算をしてみました。換算をすると、西暦の1978年11月1日はヒジュラ歴では1971年ずれてるんですよね。1398年の11月30日か。
で11月の30日一番最後の日というのは1398年の12月29日、いずれにしても1397年じゃないと、まあ、いうことなんですね。でこれをどう考えるかということですが、1978年11月にこれを書いたのであればヒジュラ暦を間違えるはずがないですね。今年は1978年11月だと、ヒジュラ暦で何年の何月だと、同時ですから間違えるはずがない。なんで違うんだろうと、それは書いたこの卒業証書を書いたのはその時ではなかったから、だからその西暦との時とヒジュラ暦がいつだったかが分からなかったと、まあいうことなんではないだろうかと、まあいうふうに推察をされます。なぜヒジュラ暦が間違ったかということですね。それから、授与された人、これは小池さんのサインが書く欄です。それから学生番号が書いてない。で卒業証書は書くときに、これは大学が渡すわけですけれども、学生登録番号も、あなたが勝手に書きなさいという卒業証書があるだろうかと。学生記番号というのは欠番もなければ同じ番号の人が2人いるってこともない、そういう番号ですね。でやっぱりこう何の誰べと書いたらその人の学生番号は同時に書いていく。でそれを確認した上で、学長はサインする。つまり学長は一番最後にサインするんじゃないんでしょうか、ということも懸念、材料ですね。でまあ最後に振袖っていう小池さんの本を読んでみますと、この卒業証書にも百合子裕次郎小池という名前が記載されたといると書いてあります。でそう書いてあるんだろうかって、これ何人かに読んでもらいました。これそういうに藤袖に書いてあるんだけど本当に書いてあるんですかと、アラビア語の先生に2人3人ぐらい聞いたかな。いや書いてないんですやっぱり、そういうことですね。でこれがまあいわゆる卒業証書というものです。で大学を卒業したということを認定するのは大学です。学部ではありません。日本もそうですけれども文学部は教授会というのは単位を取ってるよということを確認して大学に報告する。で卒業を決めるのは大学です。だから、学部が卒業証書を出すということはありません。で、証明書、これが成績証明書じゃ、成績証明書じゃないですね、卒業証明書ですね。で卒業証明書これをご覧くださいと言って、見せているものです。でここは何と書いてあるかと、まあいうことですが、社会学科で学士号を取得した、これってどういうことだろう。これ確かに1976年10月に社会学科で学士号を習得したと書いてあるんですけれども、先ほど言ったように卒業認定をするのは大学です。学士号を授与するのも大学、それは12月29日で、教授会で確認をしたのは確かに1976年の10月だったかもしれないけど、それは卒業ではありません。日本の大学もそうです。学部で確認をして、この学生は単位が取れてる取れてないというのを学部で確認をして、それで大学の方に報告をして、大学が、しかるべき時に、まあ、卒業、まあ卒業式やりますけど卒業をする。
認定して卒業証書を渡すと、まあ、こういうことですから、まあ、学部は確かに10月だったかもしれないなと思いますが、これは社会学科が学士号を授与するとかそういうことはないので、まあ、やっぱり卒業というのはこれではわからない。で、これのポイントはですね、サインがない人がいるっていうことなんですね。で、まあ、日本語で、統括官というふうに、監査統括官というふうに書きました。まあ、英語で、ジェネラルスーパーバイザーとか、まあ、アラビア語でこんなふうに言うというふうに、ことなんですが、一体この人は誰だろうと、どういう役職の人がサインしていないんだろうと、まあ、いうことで、これも調べていただきました。で、この役職の方、まあ、試験の監督をする委員会というのが大学に設けられていて、それのチェックをする人、その委員会の責任者のサインがない。で、サインがなくて有効な証明書なんだろうかと。特に、いわゆる第三者的にというと変なんですが、その試験の結果全体を、チェックする委員会の、トップの人がサインしていない、これって有効なんだろうかというふうに思ったわけであります。これはいわゆる瑕疵あるもので証明書で有効ではないんではないでしょうかと、まあ、これも一つの考えですけれども、そういうふうに言って、まあ、告発状には記しました。で、それから、まあ、よく言われること、ミスターと書いてあるということであります。で、まあ、女性なのになんでミスターかということなんですけれども、まあ、大体この件についてはですね、聞くと、いや、アラブではそんなことあるよというのは、やはりそういう話を聞きました。で、カイロ大学はそう言うかということは分かりません。特に、後で、次に、後でちょっと見ますけれども、カイロ大学の文学部なんですよね、ここは。で、文学部はアラビア語の単位も取らなきゃいけないんです。で、そういう文法もいろいろ教えてるんですが、文学部が出す証明書はいわゆる女性系も男性系もよくわからないものを出してますと公式に聞いたときに答えるだろうか。これはわかんないですね。だってあなたのカイロ大学文学部って文法もしっかり教えてんでしょ。でも文学部が出す証明書は男性系も女性系もわからないものを出してると天下のカイロ大学文学部が認めるかどうかはわからない。一回聞いてみたいけど、これはやっぱり権限のある人が公文書で聞いたらどう答えるだろうかと、よくわからないので検察に聞いていただきたいなとは思います。というだから実際にあるという he とか she とかって間違えたものがあるということももういろいろ聞いていますが、そのことはカイロ大学が文学部が私どもはそういう証明書を出していますというかどうかはこれは別の問題なのでわからないと、まあ、いうことであります。で、アラビア語の能力です。で、まあ、大体このところはですね、何人かに、聞きました。で、大学の授業というのは、まあ、どういうものですかと。まず教科書はいわゆる文語で書かれているということですね。まあ、今なんだ、平安時代の大河ドラマなんか紫式部やってますけど、大体日本も朝鮮も中国も意思疎通ができたっていうのは漢字で意思疎通できてたわけですよね。書かれた言葉で意思疎通できるんです、言葉が違っても。
だから大体いわゆるコーランの言葉ですから、まあ、標準アラビア語で、大体アラブ世界は何を言ってるかが、何が書かれてるかが分かる、そういう意味では共通言語であると。だから教科書は、いわゆる文語、標準アラビア語というふうに言ったりしますけれども、まあ、簡単に言うと文語ですよと。で、それが読めないといけない。で、大体日本ではどうやってるんですかと。日本の学生が留学するときには、まあ、基本的には文語を勉強して、まあ、2年ぐらい勉強して、それから向こうに行って 1,2 年やってようやく大学の授業が分かるという感じですかねと。あ、やっぱりそういうことですかと。で、基本は文語というふうに聞きました。で、ところが講義は、口語で言う、こともありますと。だから両方分かんないと、大学の授業大変なんじゃないですかねと、まあ、いうことなので、大学をで、勉強して、試験に、問題が何が書いてあるかが分かって答えて合格するというのは両方できないといけないと。で、小池さんは、カイロのアメリカン大学にのアラビア語コースで1年学んだと、まあ、いうふうに、言っています。まあ、これ経歴ですね、公職選挙法の。で、これもこれは英語で書かれているのでネットで分かります。私も何が書かれているか分かった。で、そうするとこのアラビア語コースは、1年のコースが3つあって、初級コース、中級コース、上級コースがあると。で、初級があって、で、1年間やって終了してもとても大学で講義を聞いて試験問題に答えられる能力は身につかない、1年丸々やっても。で、まあ、中級に行って、ようやく、ある程度読み書きができるというところまで行く。でも大学レベルでアラブの学生と競争するというには上級、つまり3年間行っていないとそういう、アラビア語が身につかない、まあ、こういうコースになっている。で、小池さんは1年行って大丈夫だと、こういうことなんですが、で、本当にそうだったかというとわからないけど、フリソデピラミッドに登ろう読んでみると、これは1年経った試験の時ですから、カイロにの大学に入って1年経って、で、5月の試験を受けるという段になって、問題用紙が配られたけど、字が6ミリ読めない、字が読めても、質問の意味がわからない、カンニングしようにしてもその字さえ読めない、だからカンニングもできない。で、結局前の日に丸暗記して覚えたものをずっと書いていく、質問と答えが合ってるかどうかは知らないと、こういうふうに本人は書いてるんです。これがカイロ大学1年間行った時の5月の試験です。で、次の学年から奇跡的に全部進級試験に通ったって書いてあるんですが、本当なんですかっていう、つまりアラビア語の能力はそういうふうになっていて進級できたとは到底思えない。で、カイロ大学文学部社会学科って何を勉強するんだろうかと、これも調べてみました。で、ずっとネットを検索して調べていって出てきたのが2013年とから2014年の、社会学科のものです。で、これは、各学年、11科目33単位でした。で、小池さんの、振り袖によると10科目と書いて あったので、もしその時は10科目だとすると、この段階では1科目3単位増えているということになりますが、まあ、ベースはそんなに変わっていないと。で、
アラビア語ができたからといってですね、これをこの授業を受けて、社会学科をの進級していくっていうのは大変だというふうに小池さんは書いてありました。つまり4分の1が落第する、アラビア語ができても大変なんだと、進級試験に受かるのは。で、確かにすごいんですよね、これ読んで、分かんないですけど、3年の後期にはエジプト社会史の社会学的分析とか、ベドウィン社会学とか、こういうものもずっと入っていて、まあこれをこう勉強して合格するっていうのはきっと大変なんだろうなと。4年の最後は社会調査括弧卒業研究っていうのがあるから、多分まあこれが日本でいう卒業論文に該当する単位なんだと思いますけれども、まあカイロ大学の、社会学科っていうのはこれを見れば実はすごいところなんだというふうに思いました。だからアラビア語ができたからといって経験すぐ、単位が取れていくわけではないと、そういう学科だということも分かりました。ただ、小池さんがいた時の、科目、学科がどういうものだったかというのは、これはまだ調べがついていません。まあ、1科目増えたのが今のような状態ですね。それから、まあ、というのが私はカイロ大学を出ているんです、その証明は、卒業証書と卒業証明書ですとおっしゃるので、卒業証書と卒業証明書というものをじゃあ検討 してみようじゃないかというのが今まで、そしてその卒業したという意味におけるアラビア語能力、それから社会学科で取るべき単位というのはどんな科目だったかというのを、ずっとお話をしてきました。で、公職選挙法なんですけれども、公職選挙法の虚偽事項公表罪で争って最高裁まで行っていわゆる判例になったのは1件しかありません。いわゆる新馬庄司さんの、まあ、事例なんですが、ですからそれが判例ということになります。で、そこには何が書いてあるかと、まあ、そういうものがあるので法律的な構成がしやすいということですが、で、この規定の趣旨というのは、選挙人が誰に投票すべきかを判断するに際して候補者についての正しい判断資料が提供されることが必要であると、まあ、いうことだと、そうだとすると、公職の候補者ですね、まだ選挙始まってないですから候補者ではないんですが、それと候補者になろうとする人の、過去の行動や、事象かな、その人が経験した事項 で選挙人の、行動、投票行動に影響を与える可能性のある事項、これがまあ経歴に、該当するんだと。で、これはですね、この虚偽事項公表罪というのは目的犯なんですね。目的犯というのは当選する目的があって、その目的のために嘘の経歴を言うという、そういう目的犯なわけですが、で、学歴がなぜ、その虚偽事項公表罪に当たるかということについて、判例は、現実の社会状況からして、大学に行ったことがないのに大学に行ったことがあるように学歴を詐称すること、これは実際の自分よりも経歴において自己を過大に表現し、より有利な評価を得て投票を集めようとするものであると。で、現実の社会状況が学歴社会だから、
学歴を詐称するということは、公選法違反にあたる。もちろん日本という社会が学歴社会ではないと、つまり学歴なんかどうでもいいんだという社会であれば、学歴詐称は、虚偽事項、公選法の虚偽事項公表罪には該当しないです、裏から言えば。しかし多くの人たちが教育にものすごくお金をかけて、より良い学校に入れよう、より良い学校に入れればいいところに就職できるという、これが現実かどうか分かりませんが、そういう、ことが現実の社会状況であるとまあいう中にあっては、学歴はどうでもいいということではなくて、投票行動に与える、影響するということなので、虚偽事項公表罪に該当するのだと。社会が変われば違うかもしれません、というふうに言って、います。で、どういうふうに学歴が公表されるかという、その方法については、本人が具体的に認識していなくても、自分の経歴が選挙のために、広く、使われ公表されることを十分認識した上で、そういうことがあれば、目的犯として、犯罪は成立すると。で、今回、カイロ大学、最初にカイロ大学の卒業と書かれていれば、虚偽事項公表罪になると我々も一応そう考えていました。一応ね。で、ところがこういうケースを考えています。知事選の、選挙期間は17日間です、そう決まってます。じゃあ直前までカイロ大学を出ました、それも首席で出ました、なんだかんだと言って、じゃあ17日間だけ黙っていれば虚偽事項公表罪にならないのか。極端な例です。つまり選挙期間に入る前に散々ルフをして浸透させて、でその期間だけじっと黙っていれば、そういう、有権者が、この人は大学出てんだというふうに思わない、その間だけ耳を塞いでると。だからこの虚偽事項公表罪というのは成立しないのかと、まあいうことを考えました。つまり小池さんはこの50年間ずっと言い続けてきたわけです。カイロ大学を出ている、でまだ首席ということも否定したのか否定していないのかよく分かりませんが、ずっと言い続けているという中で17日間だけいうことがあったとしても、やはり成立するんではないかと、この罪は、まあ、ということで、今回、カイロ大学卒業、と書かれたようですけれども、書かれていようが書かれていまいが、この50年間ずっと言い続けてきたと、いうことによって、この犯罪、虚偽事項公表罪というものが、それに関わらず、成立をする、書かなければ成立しないと、そういうものではないだろうというふうに考えました、というふうに、まあ、書いて告発をしたということです。で、小池知事の学歴詐称はなぜ重要かということでありますけれども、もちろん公民権の喪失に関わる重大事件であります、ということがあります、まあ、これは公選法の規定のものです。で、一番最初に申し上げましたように、カイロ大学を出ていないという前提に立つと、その虚偽事実を隠蔽してきた卒業証書、卒業証明書というものを見ても、違うことを言っていたと、アラビア語の、つまりアラビア語、卒業証書、卒業証明書があるというふうにずっと言ってるんですけど、誰も何が書かれているかということに注目を払わなかったんですよ。
ね、絵画と同じなんですよね。ずっと今まで見てきたのは何が書いてあるか誰も読もうとしなかった。あるんですよって言われて、あ、そうですねと言ってきたのがこの50年です。で読んだんですかという前に、小池さんちゃんと読めたんですかっていうことですよね。ずっと日本語訳が出てこなかったじゃないですか。小池さんあれだけアラビア語ができるのに、自分の卒業証書、自分の卒業証明書の日本語訳を自分が示さなかったという問題もある。だから誰も何が書かれているかに注目をしなかった。だから、まあ、今回は卒業証書、卒業証明書が証拠だということなので、じゃあ何が書かれているかちゃんと読みましょうよと言って、今回あのアラビア語が読める方々の協力を得ながら、まあ、読み込んでいったというのがさっきの説明です。で、そういう意味では卒業証書、卒業証明書も、まあ、隠蔽工作といえばそうだ、まあ、カイロ大学声明もそうだと、まあ、いうことで、まあ、根本が、まあ、出ているか出ていないかということであり、それを証明するものについてもいろんな問題があると、まあ、いう話をしました。で、最後の論点は、これは日本の主権の独立性に関わる問題で、明治大学を出たということとはもう話が違うと。全然前の事件は明治大学中退ということですが、日本の大学を出た出ないという話とは全く違う。で、まあそういう意味で、まあ、カイロ大学の発出の経緯は、外国の勢力、外国の方に私が卒業したんだということを証明してくれと、まあ、あいうこと、そういう意味では日本の選挙というものに外国の人の力を借りた、借りたというか、勢力を引き込んだという意味においては、主権の問題だということであります。すいません。じゃあ最後のまとめです。まとめ、この問題は簡単に言えば嘘つきは良くないということが最初です。嘘つきは良くないんです。で、まあ、今日ルール述べましたけど、小池さんが嘘をついていることはまあ明らかだと。で、重要な点は、まあ、公民権の停止、上場は重い、主権の独立性と、まあ、いうことであります。で、今回は、まあ、知り得る限り関係者の名前も記載して検察当局に告発をいたしました。で、主権に関わる重大な問題なので、捜査が行われるとものと、まあ、考えております。まだまだいろんなことが途中であります。卒業証明書だとかですね、卒業生名簿だとかっていうのは、本人が申請するか、あるいは公権力の行使として、まあ、紹介をして、出していただくか、私どもの方ではなかなか取りにくいです。そういうものも含めて検察にお願いをしなきゃいけない事項っていうのはすごくたくさんあると、まだまだ調べなきゃいけないという、そういう意味では、まだまだ途中ですし、検察が捜査に乗り出していただけるということを、まあ、信じてやまないと、まあ、いうことであります。以上、まあ、15分ぐらいになってしまいましたが、どうぞ。話を聞かせていただきましたんですが、どうも皆さんが何か、認識の違いがありますよ。先ほど見せていただきました卒業証明書は本物です。まず、一つ一つ答えさせていただきます。今でも卒業証明書取れるんですよ、個人が申し込めば。これは個人情報ですから、個人かもしくは委任状を持った人がカイロ大学に行って小池百合子さんの卒業証明書を出してくださいと言ったら出します。英語でもアラビア語だけではない。先ほど見たものはどうしてミスターかミセスと書いてないというのは、例えば小島
敏郎さんという名前は本人と会わなければ女性か男性かエジプト人は分かれません。これは英語の方ではない、英語だったら分かれます。でも日本人とか中国人とかそういう名前をね見るだけで分かりませんから、さっき見た部分はこれはフォーマットなんだ。名前書く前にちゃんとできてますから、それで無難に置くとそのまま置きますから、後で写真を貼ります。写真貼る前にも書けますから、写真貼ってハンコを押せばもう変えられないので、こういう状態になってると思いますので、下の学部長のサインが正しい。私その学部長は知ってます。私は単なるあのカイロ大学の教授だけじゃなくて副学部長として勤めたこともありますから、その管理職としてそういうものプロセス、どういうふうにどういう過程で発行されるか分かります。これは一つ。もう一つは卒業表記、あれは証明書というか表記なんだ。これが墓地に楽譜に入れてこう壁に飾るものですから、公式的な書類としては使わなくていい。ご存知のように今カイロ大学の学生の人数は30万人です。小池さんいた時は私も学生だったから、彼女が2つ先輩なんで、カイロ大学文学部の中でよく会いました。そこなくても2、3回、私は日本語文学科ですから、当時の先生は日本人だったから、彼女はその先生会いに来てたわけです。それで知ってますから、知ってますというか見たことあるし、当時日本人の留学生って彼女しかいなかったわけですよ。で例えば50年前48年前のカイロ大学の学生は今のまあ3分の1にしようか、カイロ文学部は当時は8000か1万人だけで、今カイロ大学文学部だけの学生は2万4000です。その4分の1卒業すると、まあ4年生です、大学ですから、毎年4年生の学生だけ卒業させると、少なくとも当時は2万以上の学生、まあ2万人にしましょう、2万前の卒業表記をサインするのは何週間かかると思う。学長が毎日そればっかりサインするとして、週末も休まずに、そうするとずっと2ヶ月かかりますよ。だから10月が彼女は確かに卒業しました。私はそのこと知ってますから、今でも卒業証明書右の方だったやつ出すのは文学部です、大学ではない。学部長がその異念がありますから、学長から22ぐらいの学部がありますので、学長一人では全部やりませんけれども、学部長がその学長の権限持ってますから、その卒業証明書のサインと国家のハンコも押して出します。表記はあれは飾るものですから、いつでもできますので、小池さんはついついと卒業してなかったんです。彼女は追試に入りました。先ほどおっしゃったのは5月と6月試験があったでしょう。これは普通の試験、そして4年生までに大体2つぐらいの科目をね合格しなかった場合、それは5月に受験して追試がありますので、その結果が10月になります。結果発表が10月になります。ですから今おっしゃった11科目というのか10科目というのは1976年の大学の制度は学期制度ではない、1学年全部通じて最後にその全科目を受験しますから、だから1ヶ月以上かかるの、5月から6月にかけてずっと試験期間です。で、そうそう、はい、手を挙げてる人がいるので、はいはい、だから今の説明ですから、彼女がアラビア語ともう一つの科目を4年生まで残してたから、それで受験しました。その時は留学生は彼女だけだったんですよ。普通の人たちは科でバスしますが、彼女は理由で卒業したから自分が首席だと思ったと思います。はい、終わりです。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。そういう話を小池さん自らがお話をすべきですよね。はい。予見者ではありませんので、北海道大学の人として説明したまでですから。はい。まあ、小池さんのね、が個人的にどうだっていうのは、小池さん自身がお話にならないと、本当はどうだったかっていうのはよくわからない。まあ、今のお話は、はい、小池さんの話は小池さん自身が語るべきことだというふうに思っています。はい。はい、すいません。ありがとうございます。ビデオニュースの神保です。まずちょっと別の方がもし喋りたいならご自分で会見をやられるべきで、これ小島さんの会見ですから、記者が質問をさせていただきますので、他のスピーチとかはやめていただきたい。それで、ですね、小島さん、まあ、大体話の趣旨は分かりましたが、一点まず、もともと20日の公示日に、まあ候補者登録を小池さんがしたときに、まあ、カイロ大学というふうに記載したらば、まあ、虚偽記載ということでというふうに当初は伺っていましたが、あえてそれをその前倒しで18日にやった理由、さっきも説明はされていたんですが、その方針が変わった理由とですね、それからやはりどうしてももう一つ聞きたいのが、まあ、ただ単に小池さんの経歴詐称を告白して告発第三者がしているだけじゃなくて、小島さんはもともと元側近でおられて、環境省時代から小池大臣の下で仕事もされていて、都庁に移ってからも仕事をされている側近、まあ、側近中の側近の一人だと思います。その側近の小島さんがあえてここまでですね、小池さんの経歴詐称にこだわってそれを告発までされる理由というのが、さっきまあここに3点主権に関わる問題とか言っておられましたけれども、やはりそれはまあ一般の方だったらそういう話だと思うんですけど、やっぱりその側近の小島さんがそれ あえてそこまでされるという理由として、もし何かそれ以外にあればお話しいただければと思います。1点目なんですけれども、1点目はですね、まあ この2ヶ月判例とかいろいろ見ていました。日本の法律なもんですから、日本の法律に照らして、犯罪が成立するかどうかと、まあ、いうことが、まあ、一番重要と。で、まあ、その結果ですね、いわゆる候補者となってなった時点、つまり選管に届け出てですね、で初めてこの犯罪が成立すると、まあ、いうことではないだろうと。でただ出馬表明しないとですね、候補者になろうとするという要件が満たされないので、まあ、小池さんずっと出馬表明しなかったので、まあ、出馬表明をした段階でこの公選法の犯罪がの公選要件のピースがはまったと。でその段階で告発をするということですが、いろいろちょっと最終的な準備とか誤字脱字のチェックとかあって、土日を挟んじゃったもんですから、月曜日というわけにもいかないなということで、今日と、いうことになったと。ちょっと最初は思い違いしてたんですけれども、いやその前でも大丈夫だということとか、あるいはカイロ大学って、書かなくてもこの犯罪は成立すると、いうことなので、このタイミングにしたと、いうことですね。で2つ目はね、やっぱり一つはやっぱり外、日本の主権ってのはものすごく大切だと思っています。やっぱり自主独立の日本であるべきだと。で日本の総理大臣も含め日本の政治家というのは日本の国益を第一に考えるべきであって、外国のいろんな思惑にですね左右されてはならない。これはもう当然のことだと。ですからこれが小池さんがカイロ大学を出ようが、あるいは中国の清華大学を出ようが、北京大学を出ようが、中国のこれが北京大学だったらもっと反応は厳しいとは思いますけれども、どこの大学であろうがですね、そういう外国の大学なり、あるいは政府ということが日本の選挙に関与してはならない。
これはもう試験の問題で極めて重要な問題だというふうに考えます。で、最後はカイロ大学声明を告発しようとした動機と同じです。いわゆる都民の声を聞き、都民と共に考える対話をするというそのいわゆるチャレンジャーの時はそうだったんですけれども、今はそうではない。都民の声は聞かない、都民とも対話をしない、情報も公開しない、極めて、小池さんの言葉がスルリと出てくる、排除、粛清、首都防衛、軍事用語です、独裁用語です。で、これは非常に危険な兆候だと、いうふうに、思っています。つまり都民の声を聞かないというばかりでなく、危険な兆候だというふうに思っています。小池さんの変化というものは、多分側近であろうがなかろうが、いわゆるチャレンジャーとしてですね、アクションを起こしている場合にはいわゆるポピュリストですよ。それは私は絶対全然悪いとは思っていません。いわゆる都民の声を聞き、つまり、無党派の声を聞かないとチャレンジャーは当選しません。でところが権力についてしまうと、いわゆる無党派ではなくてエスタブリシメント、組織票で受かっていくということになると利権構造の中にはまっていく、そういう、変化がよく見えると、最初のチャレンジャーは最初の時はいわゆる無党派なんです。別に誰もいない。で次は自民党の推薦をもらう直前まで行ってました。で今度は自公に加えていわゆる連合、労働組合の票を取っていけば参戦はできる、当初はそう思ってたんでしょう。でそこまで来ると盤石になるから、4選は視野に入ってきて、で4選までやれば最長です、今までので。5選をやれば最も長くなる。でもそこまで支持基盤を固めてしまえば5選も夢ではないというふうに思ったりもします。日本テレビ調査報道班の佐藤と申します。短く2点伺います。カイロ大学声明の作成過程については今回手元に訴状がないので何とも質問 しづらいんですけど、作成プロセスについては確たる証拠を、お持ちだと思いますので、それは入っているのかいないのかっていうのが1点目と、2点目は、今日説明いただきましたけども、小池氏の振袖ピラミッド登るっていう1982年に出た本等を元に、例えばそれを、例えば、それは弱めの証拠だったとしても、その証拠っていうのは、例えばあれは編集者がちょっと書き直しているものであるとか、少し面白おかしくしたものであるとかいうふうにしてしまわれれば、非常に脆弱な証拠なんじゃないかっていうことがあります。でもう一方、そのカイロ大学の、2020年に、定例記者会見で小池氏が、メディアに対して、見せた、卒業証明書と卒業証書、これもカイロ大学が申請、本物であるっていうことを言った時点で矛盾があるかないかに限らず、それで証拠としてなんか非常に弱いのかなと思ってしまうんですが、それの中にはもっと強い証拠があるんでしょうか。一つ一つおっしゃったことをやっていく、いかなきゃいけないですよ。みんな家庭なので、でやってないんですよ。で今回お話したのは読んでなかったでしょ、何が書かれてるかっていう話をしました。で私は最初から、最初って、いろんな人に聞かれてて、
卒業証書と卒業証明書はまず権限のある人が作ったものだという前提でこれを見るべきだと。それでその上で何が書かれているのか、どういう矛盾があるのかと。最初からこれ偽物だという話をすると、いわゆる陰謀論になってしまうので、これは権限のある人が書いたものだという前提で検討していくべきだと。でその上でどんな矛盾があるのか、でその卒業証書と卒業証明書が本物かどうかということはですね、小池さんが持っている卒業証書と卒業証明書なんですよ、本物かどうか。でこれずっと小池さんが持ってるわけだから、そういう意味では官邸に付してもらえばいい。で2020年の時に都議会が卒業証書と卒業証明書を提出してくれと決議があって、この決議が採択して提出されていれば、これは官邸に付されたはずです。卒業証書卒業証明書が本物かどうか。でこれはカイロ大学が認める認めないということ以上に、カイロ大学そのもの、あるいはカイロ大学以外の専門家もチェックをして、これが本物であるかどうか。で、で当時 の文学部の社会学科は何人いたかよく分かりません。小池さんの本によれば400人って書いてありました。社会学科は400人と書いてありました。本当に何人かどうかも調べなきゃいけないです。で書いたのが一つずつ書いてあることがみんな嘘なんです。今さっきおっしゃったようにね、編集者が勝手に書いたことなんですということも一つ一つチェックしないといけない。つまりそうじゃないかっていうねことではなくて、それを一つ一つ詰めていかないといけないんです。でところが小池さんは一言も喋ろうとしない。だからこれは誰なら話をしてくれるのか、それは検察ですよ、捜査ですと思って告発というのは捜査を促す、我々は検察官でもなければ裁判官でもない、告発という行為は検察官に対して捜査をしてくださいというのが告発状の提出です。だから今おっしゃったようなことを一つ一つやっていただければ、どこが間違いでどこが正しい記述だったのかということも分かっていく。それはやっていかなきゃいけないことです。全部2点目は分かりました。1点目のそのカイロ大学声明が作成された2020年6月の上旬の経緯については今回告発に入っているんでしょうか。はい、入っています。入っていますということとですね、で一番A さんも私もそうなんですが、まだちょっとここからが重要なことなんですが、我々が分からないところが非常に重要なのですよ。というのはいわゆるカイロコネクションの方です。日本側は我々は知っているけれども、じゃあなぜそれがカイロ大学にどういうふうに伝わり、誰がエジプト大使館のフェイスブックに掲載をしたのか。大使が直接やるわけではないと思ってますから、エジプト大使館のじゃあ担当者は誰で、その担当者は誰から頼まれてそれを掲載したのか。これは小池さんの持っているカイロコネクションです。でそういうことは我々には分からない、捜査をしていただかないとというふうには思っています。だからそれは極めて重要なことです。私も、柳井と申します。まあ、ちょっと法律家としても今日は告発の話なので、お伺いしたいのが、まずちょっと1点目、ベーシックなことですが、卒業証書と卒業証明書の、出典をちょっと念のため確認させていただけますでしょうか。それは1点目です。まずじゃあそちらお願いします。それは小池さんが見せたものと同じものというところのものをベースにしました。
具体的に いつどこで2020年の時です。2020年の6月。6月に、はい、に出馬の時にメディアに対してこれを見てください、ビニール袋に入れたやつですね、はいはい、それをベースにしました。それを実際、実際にビニール袋を入れたものをメディアが写しているものを、まあ、今回写真で撮られたということでしょうかね。はい、その通りです。そういうことですかね、はい、はい、分かりました。で次に2つ目ですが、まあ、今回その公職者に、公職の候補者となろうとするものに当たるということでこのタイミングでされたとご説明されました。その出馬表明をしたということですけれども、その出馬表明をした後にカイロ大学を卒業しているという旨の、その発言なり何かその表明なり、まあ、記者との質問の中でもいいんですけども、そういうのっていうのは、あったのかどうかっていうことがちょっと私は、記憶に定かではないんですけども、その出馬表明の後そういった表明っていうのはありましたでしょうか。さっきちょっと見たときに書いてありましたね。あ、出てましたか。はい、あ、さっきというのは今日ということですか。今日の。あ、今日。はい。今日の出馬会見。出馬会見でも改めてそれを言っていただく、はいはい。なるほど。じゃあ それもその告発事実の中に含まれるという。はい。はい、ちょっと補足すると、今後選挙中に何をおっしゃるのかということをもうウォッチをして補足をしていかなきゃいけないと。なるほど。いうふうに思っています。なるほど。はい。分かりました。はい。で3点目最後ですけれども、今ご質問だったのその、Facebook のカイロ大学の声明、これはまあ、その声明そのものは先生は、神聖なものというふうに見ておられるんでしょうか。つまり、まあ、いろんな疑惑があるのはよくわかるんですけれども、結局カイロ大学が公式フェイスブックでそれを、まあ、その言ったという事実自体が、そのこと自体が神聖なものであれば、これが非常に重いと思うんですね、というふうにみんな感じていらっしゃると思うんです、メディアの方々も含めて。だからあれが嘘、例えば誰か全く別人が例えばアップしたとかね、関係のない権限のない人がアップしたっていうならともかく、あれ自体が神聖なものだというふうに先生はどう考えておられるのかを伺いたい。法律的なアプローチとしては権限のある人が書いたと作ったというその前提でチェックをしていくべきだと思います。でしかし権限のある人が書いたから有効なものとは限らない。例えば小切手を発行する人が権限のある人が書いたとしてもそれは架空取引かもしれませんよね。だからまあ、いろんなケースがあるので権限がある人が書いた書類だろうというふうに前提で考える、まあ、多分法律家ならお分かりだと思いますけれども、そういう前提でそのいろんなものを見ていき、形式が整っているか、必要事項が書いてあるか、でさらにそれが発出された背景となる、まあ、商売だったら取引があったのかどうかとかですね、その文書そのものは権限がない人が作ったかもしれないけど架空取引の上で作ったかもしれないっていうようなことを考えたりするじゃないですか。だからその文書そのものの申請あるいは権限がある人が作ったかっていうことと、もう一つその背景となる事実はあったのかどうかっていうのはセットで考えていくっていうのはこれは当然の法律的な思考だと思っています。それではもうお時間なのでまだまだ質問したい人いると思いますが、じゃああと一人か、終わって外でやっていただいてですか、現状復帰するのに時間かかって完全撤収にじゃあと一人だけあと一人だけって数人手挙げているんですけど、誰が一番先に手挙げましたか。自己申告、はい、誰、確認だけ。じゃあこっちからタッタッタって確認、はい、何の確認ですか。あ、すみません、共同通信の改めと申します。今回 その告発 の具体的な提出先がどちらになるのかというのと、あとこれは受理されたということなのかどうなのかというのを確認したいんですけれども、はい、提出先は東京地方検察庁です。それで、今
受け取ったのは、検察庁の、文書班、文書の文書課の方です。で、多分あの法律的なことをご存知かと思いますけれども、あの、まあ、書類を、まあ、受け取ると、提出をして受け取るという行為と、それから、それはあの検事の方に渡して、で検事が、検察官、まあ、特捜ですよね、があの、それをこう、全体に見て、まあ、家内のものですからそれを見ていただいて、でこれを捜査する必要があるかどうか、まあ、大体受理という行為と捜査の開始というのは、まあ、2割イコールかなと思っているので、そこまでは、それは時間がかかる、今日あの見てはいという分かりました、すぐ捜査するって話にはならないので、それはあの、当分の間、まずは検察が精査をすると、まあ、こういうことになります。つまり受理という言葉は捜査の開始ということですよね。そのつもりで聞いてるんですよ ね。だから今日あの受け取ったらすぐ捜査が始まるかという質問であれば、それはそうではない、まずは検討していただくということだと。よろしいですか、それで。そういう質問ですよね。はい、はい、手短に。NHK の大垣と言います。あの先生が今日説明されたその虚偽事項公表罪ですか、この罪に当たるその容疑事実の期間というのは結局どこに当たると先生は考えていらっしゃるんでしょうか。つまり50年まだま、こうなんですか、虚偽 の学歴を言ってきたって、この50年が当たるわけではないですよね。あの時効ももちろんあると思うので、今の話はあのいわゆる投票行動に影響を与えるということについてさっきからずっと説明しているんです、はい、この影響に与えていた期間というのはどこのところを捉えて今回告発をされているのか、それとも結構ざっくりした期間とか設定せずにとも、あの告発、あの最終的な判断は投票行動に影響を与えるその事実ですよ。だから最終、もう極端に言うと最終日にみんなあのその前から投票するじゃないですか。で選挙人が投票をするにあたってどういう事実が影響を与えたか、でその事実はいつ言われたのかということですよ。で継続的にずっと言われていることともそれは影響しているんではないかということを、その50年の間ずっと言ってきて、さっき例に言いましたけど、選挙期間の前日までずっと言ってて、選挙期間中だけ黙っていれば影響を与えないんですか、それは与えるでしょという、その端的な例をさっき説明したんですね。つまり2点なんですけど、ということは、はい、先生はまず少なくとも今回の選挙に対して影響を与えることに関してということであって、でさらに本人がまあ直近で蛙大卒だとか言ってなかったとしても、まあ、これまでの影響を与えてきたことから今回の選挙に影響を与えるだろうということで、告発されているということですね。そうです、そういう判断のもとです。ありがとうございます。大丈夫ですか。じゃあ短く、最後です、最後です。すみません、あの今回の告発の内容とは少し異なってしまうんですけれども、ごめんなさい、御社名とお名前を。スポーツ日本の菊池です。なぜこの会見をここ参院議員会館で行ったのか、そして誰かバックアップを受けている参院議員がいらっしゃるのかというところをお聞きしたいです。いません、バックアップ受けてるわけじゃないです、はい、あの会場は取ってもらったんで、はい、はい、私の責任で取り、私の責任、私がお願いをして取ってます、はい、すいません、ありがとうございます。以上で、すいません、2時半完全撤収なので撤収にご協力ください。忘れ物をしないようにコードマイクあのなどなど図などなど全部あの撤収してください。で小島先生、もし体力的に間に合うのであれば外に出ていただいて、まだ他に聞きたいことがあったっていう人は外でお願いします。ではありがとうございました。終わります。